はい、皆さんこんにちは、ワナレグルフィッシュです。では今回はハンソバヤン砲マンザガン、アメリカ軍プレイ続きをやっていきたいと思います。まあ、戦争の準備をね、着々と行っているということで、主に海軍の方の、テコ入れを進めている状態です。で今回もね、ちょっと海軍の方に力を入れてまずは行きたいと思います。で、艦隊の方なんですけども、第一艦隊の方には、水上打撃部隊ということで、まあ、主力艦隊ですね。そして、ここにはもう一つ、空母、機動部隊というのも用意しているという状態です。で、パリが陥落ということで、ドイツが史実通り、ここは、派遣を狙っているという状態ですね。そしたら、まあ、史実通りにもし、ストーリーが展開するようであれば、おそらく先にね、ヨーロッパ方面への参戦ということになると思うので、今、輸入主にね、ソビエトだったり、イギリスだったりっていったところから、資源を仕入れている関係上、少しばかり、船団護衛、通商破壊された場合の船団護衛に力も入れておきたいなというところですかね。では、ちょっと艦隊の見直しをしつつ、船団護衛するかどうかというのを見極めていきましょう。まずそしたら第二艦隊ですね。この第二艦隊を一路、そうだな、東海岸へと回しましょうか。で、さらに第五艦隊を船団護衛に当てましょう。しっかり船団護衛をしておきたい。で、第四艦隊も同じく船団護衛に当てます。で、第二艦隊の方は、まず空母の艦載機の状態ですが、艦上戦闘機、爆撃機、攻撃機と、まあ、バランスよく20機ずつ配備という状態ですね。これだともしかしたら制空権を取るのは難しいかもしれない。かな、というところですが、これもイギリス海峡、ドーバー海峡の方に派遣しておきましょう。これでじゃあ時間を進めていきまーす。大西洋だったら少し、まあイギリスとアメリカを往復するのがしんどいので、イギリスに対して入港権を認めてもらいたいですよね、まずは。承諾しないか。なんとかそこは欲しかったんだけどな。ドイツとノルウェーが海戦ですね。じゃあ続いて、海軍の工場、造船所が一つ出来上がってるので、どこかに割いていきましょう。どこに割くかだな。もしくは新しく作るか。まあ、ここは長期戦を睨んで、80機搭載可能な空母、ヨークタウン海を、ちょっともう一並列建造しましょう。で、イギリスからは、陣営招待か。連合国側への招待が来てますね。連合国に入るともう参戦する、戦争に参戦する形になるので、まあ、ちょっと悩ましいけど、鉄をさらに輸入しないといけないっていう事情もあるし、なかなか難しいな。
かといって鉄を譲ってくれるところって他ないからな。自由フランス、イギリス領マラヤ。ここで言うとやっぱイギリスからもらうしかないな。で、あとディシジョンの方はどうなってる？できれば、資源採掘欲しいよな。ミネソタに12。これ、一刻も早く欲しいですね。なので、ちょっと時間をかけておきましょうか。ここは政治力が25必要なうち15しか溜まっていないので、しょうがない。ここは腹を割って、連合国に入って、イギリスと協力しましょう。これでもう、なし崩し的にアメリカも戦争に突入です。いや、ここに至っては、イギリスもさ、そうだよね。軍事入貢献可能だもんね。同じ陣営であれば。であれば、母校をイギリスとして、しっかりイギリスで戦ってもらおう。しっかり戦団護衛が生きてくれれば問題なく、鉄の輸入は可能かなと思うので、ここは鉄の輸入を継続します。ドイツがデンマークに宣戦布告、そしたらさらに空母に割いていきましょう。鉄がもう全然足りないね。まあ、鉄の輸入はイギリスに頼らざるを得ないという実情なんで、輸入していきましょう。で、戦争に参戦してくれっていうのがいっぱい行くんでしょ、どうせ。参戦要求だよね。まあ、しょうがないよね。ここは参戦していきましょう。まあ、そんな中オランダが降伏しちゃったか。まあ、海軍戦力っていう意味で言うと、まあ、ドイツあるいはイタリアであればね、まあ問題なく、我が方の方が有利には立てるかなと思いますので、その有利な状況を維持しつつ、戦況を見守りましょう。まあすでに、戦争は始まってますからね。まあフランス、ドイツ、イタリア、まあイタリアは多少の海軍は持ってるにせよ、まあアメリカ、イギリスの敵ではないと思うので、まあ有効な海軍戦力を使っていきましょう。第二艦隊はどこにいる？第二艦隊はまだここか。カリフォルニアでドック入り。ドック入りが開けてない。回収が 98.8% か。もうすぐ終わりますね、これも。で、グラマンですね。研究完了。そしたら早速、対艦攻撃機はアップグレードしましょう。で、研究の枠としては次は戦闘機。もちろん対艦タイプへとは行っていきます。で、どうなってる？第二艦隊の方がもうすぐ終わるね。
ヨークタウンは9月28日、ヨークタウン回ですね。40年の9月28日なんで、まだ1年かかるなぁ。ここは、まあ、ちょっとでも早く欲しいところではあるんですが、我慢しましょう。いや、もう鉄がいくらあっても足りないわ。民事工場も足りてないしね。そうなると次に打てる手はやっぱり輸入量を増やしていく、それしかないのかな。まあ、とにかく日本軍との決戦に備えてある程度の数の艦艇数は揃えておきたいんですよね。そうすると続いて巡洋艦でも作っとく。ちょっとアップグレードを視野に入れて、まず船体は2までだよね。あ、海軍のレーダーもちょうどいい感じで出来上がってる。よし、ちょっとこれは一旦時間止めていきましょう。まずは36年のアメリカの船体をベースに、せっかくなんでレーダーしっかり入れましょう。カスタムスロットは中型の手法で、ここはこのままでいいでしょ。これ巡洋艦なんで、おっと消しちゃったね。そしたら先に研究いきますか。国家方針もどっから行く。まず国家方針だな。続いてというところで言うと、レーダー技術だね。マジックでいきましょう。研究の枠は全部埋まってる。よし。じゃあ、戻って、生産に戻って、巡洋艦を作っていきます。船体は、2を選んでおいて、対空兵装も2までアップグレード。中型手砲も2にアップグレードしちゃいます。対空兵装を上げて、ソナーもつけて、副砲は2までアップグレード。エンジンも2までいけるね。でだ。ここにもう一個中型の手法を搭載して、むしろここ、機雷とかにする?あるいは耐水兵装。で、巡洋艦にします。39年生にしますか?そしたら。7。7ってなんだよっていうのはね、ちょっとツイッターの方とか覗いていただければと思うんですが、7、3級型10巡洋艦にします。これは、まあ、オールマイティに、活躍してくれるんじゃないかな。一応耐水兵装もつけているし、手砲もね、中型の手砲を積んでいるしっていうところですね。じゃあこれを早速作っていきましょう。
739型重巡洋艦です。でまた足りなくなるよね、資源が。今度足りないのはクロム。クロムはソビエトからか。ソビエトからの輸入って結構危ないんだよね。イギリスに変えたいけど、ちょっと変えられないな。で、第二艦隊はどこにいる？第二艦隊はカリフォルニアでドック入りと言いつつ、すべての艦艇は修復が終わってるね。では第2艦隊任務に移ってもらいましょう。ちょっと待ってね、第2艦隊選んで一旦第2艦隊をノースカロライナに言えてないね、ノースカロライナに入れましょう。で、第1艦隊、いや、第1艦隊の機動部隊の方ですね。空母の方、改装を聞くんだったら改装しときたいな。どうだろう？ちょっと確認します。レンジャーが改装可能か。まあ、ただし、艦載機の数が増えるわけじゃないので、ここはやめておこう。あえて、まあ、すごく強くなるわけじゃない改装をして、空母一隻いいミスミス戦線離脱させるぐらいだったらこのまま行きましょう。アメリカ軍の戦団護衛が失敗してるな。これ見るとどうだ？ドイツの方は、戦艦も2隻、クルーザー、まあ巡洋艦ですね、とかも、まあある程度数持ってきてるんで、やっぱりこのあたり、早め早めに、艦隊を出したいね。あとは、イギリス本土の航空基地に機体を配備して、ドーバー海峡の制空権を取るっていうのも一つの手かなっていうところですね。いや、もう鉄がいくらあっても足りないな。鉄を、ここも輸入していきます。もうイギリスからガツガツ輸入するしかないんで。で、第2艦隊はどこまで移動してるか確認します。パナマ運河を通るっていうルートですね、ここは。第1艦隊は、そしたらグアムへと移動しましょう。いや、グアムに入ってるね、もう。第3艦隊、
これを、ちょっとミッドウェイに入れときますか。心配なんで。で、第4、第5は、今のところ、戦団護衛を継続してもらいます。陸軍の方は、一応遠征軍として六甲師団、これを用意してあるので、これを東海岸へ移動中です。イギリスの基地に、まあ、航空基地ですね。航空基地に、飛行機入れさせてもらえるなら入れさせてもらおう。艦長タイプのものは絶対に置きたくないので、もう置きたくないというか、その温存したいっていうんですね。なので、戦術爆撃機でしょう、まず。デンマークが降伏が早いね。近接航空支援を入れて、まあ、爆撃機なんであまり期待はできないかなと思うんですが。ベルギーも降伏か。早いな。まあ、制空権を全く取れそうな気配がないな。よし、ようやく第二艦隊が東海岸に到着ですね。まだ遠征軍は東海岸に到着しない。ここは時間かかりそうだな。そしたら第二艦隊をいよいよ投入していきましょう。では動きがあるまで少し時間早めていっちゃいます。さて、
イギリス海峡、まあ、ドーバー海峡の方に第二艦隊を派遣して、制海権は取ってあるんですけども、制空権がなかなか取れないということで、イギリスの基地の方に航空機約300機を配備しています。で、これでちょっとね、制空権がどうなるかっていうのを見極めていきましょう。第二艦隊だけではなく、第一艦隊も出さないと航空機の数がちょっと足りてないのかなっていう印象もあるんですが、今切り替えた、これが制海権マップですね。ドーバー海峡の制海権確実に取っていて、あとシーレーンですね。イギリスから主に鉄を輸入してるんですが、その鉄の輸送船団は一応ね、アメリカまで問題なく到着できるように、グリーンになっているところが制海権が取れているところで、このシーレーンは確保できているという状態です。問題はね、次にご覧いただく制空権なんですけど、制空権がね、ドーバー海峡どうしても取れないと。ドイツもかなりの、戦闘機ここに配備していると思われます。で、あとはですね、結構な数、鉄輸入してるんで、その鉄の輸入に民主工場を使ってしまっている関係上、工場系のね、建設が少し遅くなってきてしまっているっていうのが、ちょっとあります今。なのでできるだけ鉄をね少なくしたいんですけどね。亡命政府の公認系か。これやると何かいいことあるのかな。政治力が30以上なきゃダメで、1日あたりの政治力コストがプラス 0.25 になっちゃうと。はあ、微妙だな。これをやるぐらいだったら今は、鉄が欲しいよ。鉄がただもうすぐ24。12、12の24。まあ、自分たちで自炊というかね、賄えるようになるので、24でも結構大きいですね。最近全然議員工作、議会工作してなかったけど、どうなってるんだろう。ちょっと不安だな。なかなかひどい状況だな。かといって今、何かできるかというと、ロビー工作ぐらいしかないかな。政治力35も使っちゃうけど。では、ちょっとヨーロッパの方、戦線、特に海軍の動き、確認しておきます。第一艦隊の水上だけ運とか投入できないんで、第二艦隊に新しく、そうだな、用意しますか、哨戒部隊を。今余ってるのってでも潜水艦しか余ってないね。潜水艦以外余ってない。大型船隊、まあいわゆる戦艦が余ってるぐらいだね。そうすると、これ、第二艦隊に戦艦1個増やしましょうか。イギリスとね、ドイツはやり合ってるのは見えてるんですが、それ以外がちょっと見えてこないよね。となると、一度第三艦隊、ここに入っている、駆逐艦、ちょっと減らしましょう。
で、その分第二艦隊は、持ってくね、すぐ。すぐ持ってくね。駆逐艦の数、ここもちょっと減らします。本当は駆逐艦、ある程度数、用意してあげたいんですが、駆逐艦の数を減らして、駆逐艦で障害活動を行わせると。いう動きへとチェンジしていきましょうと言ってるところで戦闘が始まっている。イギリス海峡。確認しよう。ここだな。と言っても、ドイツの潜水艦発見しただけで、ドイツの潜水艦は、逃げてきますね。以前も説明したかもしれませんけども、今回から、海戦の方は、前衛、中衛、後衛みたいな形になっていて、まあ、前衛がいわゆる、駆逐艦、軽巡洋艦で、真ん中のラインが主力艦で、主力艦扱いになっているのが、重巡洋艦、巡洋戦艦、戦艦。で、一番最高位に空母という形になってますね。まあ、ここは問題なく勝利できるでしょうというとこですかね。敗北してる？いや、違うね。これはドイツと、うん。いや、アメリカ軍の艦隊じゃないか。マジか。これはイタリアだよね。やられたな。ちょっとやっぱり効率が悪そうなので、駆逐艦による哨戒部隊と主力艦による打撃部隊で、任務をはっきり分けましょう。まあ、コンセプトとしてもそういうコンセプトに分かれるような。ものになっているので、ちょっと今回そういう形になっていないので、艦隊をもう一度再編しておきますというところで、じゃあ今回はここまでさせていただいて、艦隊を再編したところからまた続きをお届けしたいというふうに思います。はい。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。